皆さんこんばんは。38歳 YouTuber 水野優香です。今日はこのパーティーシーズンに使えるインスタ映えするピアス、です。今日は珍しくしてないんですけど、後でいっぱいつけていきます。そちらを紹介したいと思います。では水野優香チャンネルが始まるよったら始まるよ。インスタ映えするピアスといえばこちらです。 H&M さんのピアスです。私、毎シーズン H&M でピアスを買うんですけれども、今年は結構豊作だったのでご紹介します。アクセサリーの中でも一番ピアスが好きで、やっぱりピアスって髪の毛短くても長くても結構目立つと思うんですよ。私あんまりネックレスは子供がいるのでしないので、ピアスは結構して、大ぶりなものがやっぱりインスタ映えするので、今回は大ぶりで華やかでパーティーで使える、そんなアイテムを5つ買ってきました。それと一緒に会社帰りでも着れるパーティーコーデと、家から着ていく夜遊びのパーティーコーデ、こちらを2つ、それも紹介していきたいと思います。ではまずピアスから一気にどんどん紹介していきたいと思います。 H&M さんらしいピアス紹介していきます。まず1つ目はこちらです。ピンクゴールドのジュエル系のピアスになります。1299円になります。ピアス大ぶりのもの大好きでたくさん持ってるんですけれども、やっぱりゴールド、シルバー、ストーン、クリアストーン、これがやっぱりいろんな服に合わせやすくてつけやすいです。でこれはこの揺れる猫じゃらし効果のあるピアスなので、とっても目立つと思ってこれ買いました。かけるとこんな感じになります。この揺れて目立つ感じだし、何でも合わせやすい色、これ別に普段使いでも私だったら使っちゃう感じのピアスで、この揺れる感じと可愛いと思います。では2個目のピアスを紹介していきます。2つ目のピアスはこちらです。こう針金のお花になったシルバーのピアスです。これお値段安くて899円でした。ではつけてみますね。つけてみました。こちらは結構大きいんですけど、針金でこう向こう側つけるのでそんなに重たい感じがありません。しかも軽いですね。やっぱり結構こう揺れる感じでもないので、普段使いで使いやすいピアスだと思います。でもすっごく華やかで、これ他の色もあったんですよね。黒と赤かながあったんですけれども、私はシルバーにしました。女の子らしいファッションにも合うと思うので、とっても可愛いです。では3つ目のピアス紹介します。3つ目のピアスはこちらです。フリンジタイプのピアスになります。ちょっとエスニックな雰囲気もあって可愛いなと思って買いました。これいろんな空張りがあったんですけれども、大人っぽいグリーンにしました。これお値段は1299円でした。ではつけてみたいと思います。つけてみました。こんな感じです。このゴールドのがキラキラ揺れるし、思ったよりここが布というか糸なので重たくないんですよね。で普段私緑ずっと苦手だったんですけれども、なんかこう37歳になってからグリーンが好きになってきまして、結構お気に入りでよくつけてます。ダークカラーにも合いますし、カラーっても合うんで、とってもいい感じです。はい、では4つ目のピアス紹介します。4つ目はこちらです。ストーンの垂れ下がるタイプのピアスになります。1299円でした。ではつけてみたいと思います。つけてきました。こんな感じです。やっぱりこの長くて揺れるタイプのピアスは細くてもすごく存在感があります。でストーンなのでキラキラしてるので、それも可愛いと思いました。今日みたいなこういう黒い服とか着てる時にアクセントとしてこれくらい長いピアスがあってもありだと思います。これはアップヘアとかにしてもすごく合うと思います。でこれもストーンの全部ついてるのもあったんですけど、それだとちょっとパーティー感が強すぎるので、これくらいシンプルなストーンのこう垂れ下がる感じの方がちょっとスタイリッシュに見えるので、私はこれが好きです。あえてこっち側はつけずに片耳だけつけるっていうのもとっても可愛いと思います。ではラストの5つ目です。5つ目はこちらです。前回のパーティーヘアの時につけていたピアスです。ちょっとお高くて1499円です。もうこのボリュームとこのフリンジ感と、あと今年黒いピアスがすごい流行ってるのでこれにしてみました。ではつけてみたいと思います。こんな感じになります。
ょっと黒いピアスなので今黒い服着てるのでちょっと分かりづらいんですけれども、これあのカラードレスとか着てる時、あと上に明るい服を着てたりする時にとっても可愛いと思います。髪の毛明るい人でも似合うし、こういう暗めの髪型の人でもとっても似合うと思います。かなりインパクトがあるので、こうちょっと物足りないシンプルコーデとかに合わせるとすごくスタイリッシュでモードになると思います。以上5点紹介しました。では H&M のピアスを使ってインスタ映えするパーティーコーデ、こちらを紹介したいと思います。まずは自宅から出かけて友達と夜遊びするバージョンのパーティーファッションをまず紹介したいと思います。どうぞ。では次に会社帰りに会社の人とパーティーだったり友達とパーティーだったり、そのまま金曜日の夜とか土曜日の夜で遊びに行ったりとか、そういう時用の会社帰りでもなんとなくいつもの服にプラスするだけでちょっとパーティーっぽくなるコーディネート、こちらを紹介したいと思います。ではどうぞ。インスタ映えするパーティーコーデいかがだったでしょうか。まあ、最近は私はホームパーティーが多かったりするんですけれども、やっぱりこの時期になるとレセプションパーティーとか、あとはまあ仕事関係のパーティーとかちょこちょこ入ってくるので、そういう時にこういうことを意識しながらパーティーに挑んでます。なので参考になったら嬉しいです。ちょっとあの若い頃はカラフルなドレスとか、あのセクシーにちょっと露出したドレスとかいっぱい着てたんですけれども、最近は色味も黒とか絶対着ないとか思ってたんですけど、黒着たりしてきましたね。色もちょっと前は赤とかピンクがメインだったんですけれども、こういう風なグリーンとか、まあクリスマスが近いんでグリーンにしたんですけれども、そういう渋い色も着るようになってきました。そういうのを考えるともうアラフォーなんだなってちょっと思いつつも、でも大人っぽい方が好きな人には参考になるかなと思ってやってみました。では今日の水のゆうかチャンネルいかがだったでしょうか。よかったよっていう人はチャンネル登録とグッドボタン、こちらをよろしくお願いします。動画の励みになるのでどうぞよろしくお願いします。リクエストも募集してるのでよろしくお願いしますね。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。